ちょっと面白かった今。それだけだった今。これ俺がさ、お腹壊したときよくなるこの音。事故ってんだよな絶対。これさ、家族2人でさ、証明写真入ってみましたみたいな。証明写真にしか見えなくなってきたんだけど。かっこつけて、かっこつけて。見てますよ。角すぎます。マツコデラックス。長いです。君が。これフレームが小さすぎますが笑いんだけど。毎回聞こえにくいんだよね、これだけ。向こうでやったよ、うん、これわかる。これ好きだわ、これ。これこれ好きだわ、黒さん股間出す先の音楽。あ、泣いてる。これ鳴ってる、これ。これ何種類か聞いてると。これ。ヒグラシ。ミンミンゼミ。アブラゼミか。アブラゼミね。コスト帽子。多分3種類ぐらい。これ新しい音響かと思った、俺。いや、いや、怖すぎんだよ。何だ今の。鳴ってるこれ。ないじゃん。ねえ。鳴ってんの？わかんない。この音が聞こえてる。なぜか夏の終わり気分を味わう。早いよ。ちょっと少々少々見て見て。怖い口あんだけど。ここに口あんだけど。怖い。どういうか捕食するのこいつは。逆についてないと死ぬよこいつ。ダダダダって言ってた。本当。だってさ。これさ、ホバーリングしながらじゃないと蜜吸えないんだけど。羽じゃなくてもはや腕だよね。腕でしょ。恐怖やわ。他何かあんの？大抵やった。大抵やった。びっくりした。セミが虫扱いなのだった。虫つけないんですか？あれか。コオロギ、キリギリスとか、小物、バッタ。バッタって鳴くの？今ささやかな疑問が。バッタはピョンって鳴く。鳴くの？わかんない。あいつは鳴かない。余計なこと言うなよ。ピョンって鳴く。俺が信じちゃうじゃないか。吉田純粋だからそういうとこ。そう、吉田純粋だからこういうとこ来ちゃう。以上。See you next time. Tomorrow. Yeah.